この分析。<noise> 1>, 1月の時点でドイツ銀行がディフォートするかもしれないという説が出たときはですね81債という、まあ、あの債券があるんですがこの債券の利払いがあるいは配当が止まるという話が出たんですね。で、えっと、実は a t 1というのはですね実際配当可能利益のあるなしにかかわらず、えー、今回配当しませんよという。 ことを発行体が決めてよかったんですねでところが、えー、まあミスコミュニケーションがあって一部の社債の利払いがストップすると言われてしまってはですねじゃあデフォルトだということに結びついてしまったんですね。で9月になりましてアメリカが、えー、の司法当局がですねドイツ銀行の、えー、過去に売った RMBS の,、えーまあの話に関して訴訟をしてきたんですね。あのこれにによって、えー、またあのドイツ銀行にのククレジットリスクに焦点 当たった。っしかも今回140億ドルって非常な多額なんですねなのでこれだけの大きな金額がもし請求されれば、えー、それは赤字にもなるだろうし当然資本不足にもなるでしょうという話から、えー、今回9月になってもう1回ドイツ銀行のクレジットリスクの再燃というのが起きていますと59億ユーロ分しか訴訟の引き当て金って用意してないんです140億ドルというのはあのそのまんまの請求になってくればやっぱり財務内容に対しては願 ネガティブな影響があります。加えて当然ですけれど資本基盤が弱くなるという話がありますので増資をしようと、えー、あの大手の機関投資家に対しての働きかけをしているようでして、えー、相場その増資の話も出てくるんじゃないかと期待されてもいます。9月末現在で2000億ユーロと言われている流動性のまああのがあるのであの。 決して基盤としては悪くないと思ってるんですが例えばクレジットリスクがまた再燃してディフォートするかもとなってくるとあの預金をどんどん出す人が増えてきちゃうとですねそれに応えなきゃいけなくなってくるので2,000億ユーロだってやっぱりわーっとなくなっていくわけですよ。でそういう話になるかならないかというと今のところなっていないので十分なバッファーがとりあえず残っているという見方でいいと思っています。 常は一度もドイツ銀行に対してのセーフティネットを用意しているとドイツ政府は言ったことがないと思っています。 ドイツ銀行はあのいい銀行であるという認識が長く日本にはありましたので、まあ、そういう意味でもそのドイツ銀行が発行してきている債券なんかを持っている投資家は大変多いので、えー、仮にドイツ銀行がディフォートするって話になってくればそれなりの影響が出てくるというふうに思っています。 デフォートするかしないかということでいきますと例えばあの流動性をたくさん用意しているかどうかとか、えっと、今問題になっているのが訴訟リスクですから訴訟に対する引き当てがどれくらいになるのかで喫緊で言えばその結局訴訟金額がどれくらいに落ち着くのか、えー、そこは大きいと思っているんですね。